ます。はい。ラジオガチバトル始めます。お願いします。聞こえない。お願いします。ルール説明します。1匹の重量制で、針外れ、一回休憩です。休憩です。次の方が釣るまで休憩です。一回バラします。誰かが釣り上げるまで体育館座りでお願いします。切れた方、50g マイナス。フグ1匹につきマイナス 100g、 フグダブル 200g 引かせてもらいます。そしたらくじ引きお願いします。釣り座そうです。ハズレは私のビンタなので、はい、また見んでくださいよ。はい、俺がちょっと奥まだ内緒ですよね。内緒ですよ。ちゃんと頼むかんとってね。よっしゃ、ハズレ引いちゃう。やめてください、本当にやめてください。あれ、なんか多めいきますよ、せーの、はい、4、8、はい、何これ、12、見て俺何よ、カメラがあるやん。カメラたちや、よかった、カメラたちや、よかった、カメラたち、ハズレ引いたな、カメラたち、ハズレかと思った、すみません、来いや、かかってこいや、いや、もう、見たじゃん、さっき、それをやらんとね、おもろないよね、ガチやで、ガチバトルや、ちょっと、松村がビビっちゃってる。じゃあ、両方からいきましょう。血が出るわやつ。マジで今度面白くないから。ワンツーですか。ワンツーで。じゃあ、まず今日の意気込みからいきましょう。俺の意気込み、はい。やったるでー。やり直しや。やり直しや。じゃあ、もう一回。よっしゃ。池さんヒット、あ、西さんもヒット、立ち来た。西さんも、西さんは立ち来た。 A サイズ、あ、切れた人がおる。切れた人がおる。そうです、切れた人マイナス50ポイントです。50ポイント50です。尾崎もね、尾崎さんも切れましたか。切れとるじゃん。尾崎さんも切れちゃったのですか。マイナス50です。マイナス50。はい、そうです。いいサイズじゃないですか、鬼塚さん。あ、いいサイズですよ。さあ、ガミさん来ましたかな。いいサイズじゃない。同じくオブリクシー250です。はい。という
皆さんインサイズばっかりですね。素晴らしい。ジグは何でした？ドレッドの 200g ですね。岡村さん切れたの？みんなが言ってくれるって助かります。無理だからみんな。計算ヒット分かった？いいよ。じゃあ最後ジグ使用。ジグは300g。 ちょっと待って、しーちゃんバラシです。バラシおやすみ正座。次の方がする車で正座。オッケー。え、もう取れました。しーちゃん正座 OK ですよ。もう OK ですよ。もうポーズ。はい、ポーズ。はい、ポイントマイナス。あ、ちゃんと申告。松村さん、ショック。自主申告制度お願いします。いや、普通にかけて切れました。それ、切れてますよね。切れてないです。これはフリークシーの250g です。強いね、やっぱり。はい、オーナーマイナス50。はい、ナイス。チャンスやったのに。何がチャンスだったのに。ボール入れんかったのに。ダイヤさんいいぞ。ダイヤさんまた大きそうですね。ダイヤでかいじゃない、ね、優勝かな。はい、オブリーク C やね。250サワラでした。やってよ、一瞬でするからね。で、切れるんですよね。いけいけ、プリサジやね。あ、まずことすらできんかった。でかいんじゃないですか。ダブルや。ダブルダブル。気温一緒っぽい。イエイ。ダブル。何や。ダブルだ。次六本や。オムリックス200g。180です。200。30m ぐらい来ましたね。オブリーク C の300です。フォトショップ嫌い。5回。合格。はい、合格です。ショックや。やってもうた。ブラガムさん100で。すごい。あ、いいサイズ。うまそうな色ですね。油がちょっと乗りかかって。そうです。はい、リクシー250ね。踊りくいや。踊りくい。あ、ジャジャジャいいよ、ジャジャジャいいよ。こんなのがジャジャジャいいよ。ごめん。あ、ごめん。触れ。ぽいみたいになっちゃったね。ぽいぽい。あ、おはぎさん大きい。ええやん。オブリーク F で。素晴らしい。
スレイザージャーク。ほら、こっちの嫁です。ハッピーカッティングです。はい、皆さん、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。結果発表です。よっ、何位からタイヤさん。おお、これが3位か。タイヤさん、760から200引いて560g でした。で、次が鬼塚さん。鬼塚さん600だったんですけど、1位、尾崎さん。きた、パーフェクトですよ。やろ、尾崎さん。きた、 900g 引き上げて、マイナス20なんで 700g まで。200g。 バッチリです。何や、何や、話やろ。だけど900あった。900ありました。どっち切りで1位でしたね。でかいね。もう釣れたんも黙ってこそーっとクーラーに行くわ。あの一本、あの一本、あの一本で、はい、ビッグフィッシュ。ビッグフィッシュ広田和弘、俺のサワラです。かわいいね。お、日本です。マジで日本、日本。ちなみにオーナーの今日のマイナス点言いましょうか、すべてライン切れが8回、ジグは10個なくて、ジグは10個で、フグは6匹かない。クリアないよ。ビンタやん。でも、あの、まだ上手がいました。おったらそうやったらビンタやん。上手がね、上手がマイナス、村上さんがマイナス、潔くマイナス 750g だった。ぶっちぎりやん。ビンタ、奥、移動のビンタもやられてない。ちゃんと外れの棒持ってる。持ってる。じゃあビンタ2人。見た2人、マジで思い切って、思い切ってやってよ。いやいや、いやいや、前前前前前キーン言ってる。今の優勝者の交代だから気持ち悪いね。すいません。尾崎さんにはまた後日ジャムロットをお送りさせて。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様。ありがとうございました。な、面白かったよね。なんかね、なんか本当に久しぶりや、これほどなんか釣りで笑うたり、なんかすごいいい、すごい1年間のすごく一番良かったかなと思って、すごい癒された2日間でした。本当に全国からこうやって集まってくれて、自分らのこの釣り、シーフロアの釣りを広めてくれる人はわざわざ足運んでくれて、本当に、すごい嬉しかったです。ありがとうございました。本当にいい仲間と知り合えて、これからも長くいいものをみんなで協力しながら作っていきたいと思ってますんで、また地域地域に帰ったら、いろいろとまたこのシーフロアの良さを皆さんに伝えれるように頑張ってください。今回の釣りは本当に楽しい釣りだったんで、また来年もできたらと思います。やりましょう。ほんまに楽しかったです。お世話になりました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。以上です。よっ。以上です。以上です。